キング&プリンス新たな代表曲誕生。どうも皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、キング&プリンスの15枚目のシングル、ムーブの楽曲の MV が YouTube に上がったんですけども、まあ、今日はですね、そちらの感想動画についてお話ししていきたいなって思います。皆さん見ましたか、ムーブ。もう完全に今までのキンプリ6人時代5人時代ではなかった、2人体制で新しい色っていうのがこんなに出た楽曲ないんじゃないかっていうぐらい、新しいキンプリの色っていうのがまた出たと思うんですけども、 MV に入る前にですね、少しだけ概要をお話ししていきたいなって思うんですけども、これは高橋海人くんがドラマの主演をしている9号っていうドラマの、まあ、主題歌になるんですけども、95年の時代の背景を描いたドラマってところで、まあ、やっぱ今と比べたら、まあ、もう30年前ぐらいの時代の話になるので、まあ、レトロ感だったりとか、まあ、その時代こういうの流行ってたよねみたいなところも、そういった楽曲のなんかレトロ感、アメリカンの感じとかっていうのもふんだん出てるのがまた新しい要素かなと思いますね。でこの作詞作曲やってるのがね、今津歩夢くんといって、もともと LDH に入っていた子で、 LDH の次期エースみたいな、昔で言うとジュニア時代の山田涼介くんとか平野翔くんみたいな、今後こいつ来るだろうみたいな人が、まあ海外に行って一人でいるようになってってところで、そこでキンプリとこうやって仕事ができるようになったっていうので、なんかそこも僕は個人的に激アツな部分でしたね。で今回のこのムーブの楽曲、何がやっぱいいのかなと思ったのが、やっぱ先ほども言いましたけど、このステレオが出るこのレトロの感じだったりとか、このメロディーっていうのが、やっぱりこの今僕がまさにこの95年前後ぐらいに生まれた人間になるので、まあ、僕はねその当時別に高校生とか、まあ生まれたばっかなんで音楽とかも聴いてないんで、まあ、あんま分からない部分はあるんですけど、ただやっぱダンスをやっていた関係でこういったレトロの感じ、ヒップホップチューンの楽曲っていうのはもうすごくツボですし、やっぱりその何よりキンプリってシンデレラガールから始まってキラキラ路線で売った関係で、結構ね若い女性、まあ結構女性がファンとしては圧倒的多いと思うんですけども、若い女性とかが多かったと思うんですね。ただ今回のこのムーブとか、まあ、一番もそうですけど、そういったヒップホップチューンとかかっこいいラップ調の楽曲をやることによって、やっぱ男性ファンで、しかも今回この9号っていうドラマ、95年の時に例えば、まあ、ちょっと大人だった中学生高校生ぐらいの人たちが、まあ、このドラマ見てこの楽曲聴くと、あーなんか俺らの時代にあったなとか、あー青春っぽいなといった、なんかそういった時代背景も一緒に楽曲を聴くと蘇っていくのが、なんかすごいいいんじゃないかなと思うんですね。だからその95年の時に中学生高校生大学生の人たちが聞くとすごい楽しいんじゃないかなって思いますし、なんかやっぱキンプリってもともとキラキラアイドルとしてシンデレラガールで、なんだこのキラキラのジャニーズはみたいな、そっからも恋煩いとか結構キラキラの楽曲が多かった中で、やっぱマジックタッチとかで全編英語詞とか、そういったかっこいい路線、名前を教えてとかもあったと思うんですけども、やっぱ次にまたポンってきたのが一番だと思うんですね。ゴリゴリの、まあ、クレバさんが作ってくれたゴリゴリのヒップホップ、リアハタさんが振り付けをしたってところで、ラップ調をもう完全ヒップホップダンスってところで、新しいキンプリっていう色が出せた中で、まあ3人が脱退、2人体制になった中で、まあもちろん何者とか、愛し生きることのような、なんかちょっとキンキっぽく、めちゃくちゃダンスを踊るとかっていうよりは、キンキッズみたいに歌で聴かせてるとか、歌で魅了するといった路線に変わっていくのかなって思った中で、今回のこのムーブ、もちろんシンデレラガールとか恋煩いのようなガチガチのキラキラっていう感じではもちろんないですし、かといって一番のようなヒップホップとはまた違うんですよね。ヒップホップなんですけど、時代背景があるレトロな感じ、このクラッチとかね、クチュクチュクチューみたいな、そういったクラッチとかもそうですけど、これがなんか僕にとってはとか、その聞いてて、わこれキンプリ新しい代表曲できたなっていう感じがしましたよね。皆さんもしませんでした？なんかもちろん何者とか愛し生きることもすごく良かったですし、ハーフムーンもめちゃめちゃいいんですけど、このムーブはなんか2人体制の代表曲になるんじゃないのかなっていう感じはしましたね、肌感的に。
でまずこの MV の始まり方なんですけど、やっぱこの2人でね、あのステレオになんかカセットを入れていこうっていう中で、まあ、僕このこういったカセットとかステレオね、やっぱ95年前後に生まれてるんで使ったことはないんですけど、もちろん存在自体は知ってますし、でその時の2人の服装がやっぱりこうなんでしょう、ヒップホップっぽい、なんかそういったストリートが好きな服装もツボなんですよね、こういうので。なんかかいちゃんがなんかね車の下にいるんですけど、その車っていうのもやっぱ昔に流行ってたいたのかなといった車の種類。2人で、まあ、ガソスタなのかな、なんかそのスポンジとかでそのアメ車みたいなのを一生懸命拭いたりとかして、ちょっと話それるんですけど、レン君結構最近センター分け多いっすよね。前髪が短いセンター分け多いなって印象あるんで、なんかレン君もカイちゃんみたいにいろんな髪型のバリエーションちょっとやってほしいなって気がしますよね。だからこのアメリカンのこの楽しい感じで行くのかなと思いつつ、そしたら急に全身真っ黒でオレンジのスポットライトのような光でダンスをしていく。なんかこの二面性ですよね。このアメリカンのレトロな感じとかだったら、なんかスノーマンのブラザービートじゃないですけど、楽しい感じを想像するじゃないですか。そしたら、サビとかに関してはちゃんとバチバチに雰囲気も変えて踊ってくるっていう。で、なんか個人的に思っていたのが、レン君ってね、その結構、こうやって MV とかであんま帽子をかぶってるイメージがなかったんで、こうやってヒップホップの楽曲調アメリカの感じだったらレン君も帽子とかかぶんないのかなみたいな。もちろんサビの全身ブラックのところっていうのはカイちゃんと合わせてる部分もあるので、もちろんキャップはかぶってるんですけど、なんかそういったのじゃなくてフライトキャップとか、なんかそういったなんかザみたいな普通の人が履かないような着ないような帽子とかかぶんないのかなと思ったら、電車の中で早速もうゴリゴリチェーンつけて、もうカンゴールの、ね、帽子かぶってるバケハ、いいですね。カンゴールのバケハってマジヒップホップとかダンスやってる人って感じしますよね。カイちゃんもすごくないですか。伊達目にしてチェーンいっぱいつけて、でもヘッドホンしてるっていう、なんかこのストリート感アメリカ感っていうのが全面出てるのは、僕はなんか MV 見てて楽しくなるなって感じしますよね。で僕めちゃ好きなのがなんか本当ラッサビのところで、あのちょっと斜め上からまあ、カイちゃんとかレン君が乗ってるんですよ。けどその後ろのダンサーの人たちはボリボリじゃないや。ガリガリ間違えてますね。ガチガチに踊ってるんですよね。この二人は乗ってるんだけど、後ろの人たちは踊ってるっていう、なんかこのクラブ感もあるような、けどガソスタとか、こういったストリートで遊んでる感じ。このいろんな要素、いろんな文化みたいなのがぐちゃぐちゃってなってるのが、このムーブじゃないですけど、なんかこの動いてる感とか、この世界観に現れてるなって感じはしますね。はい、今日はですね、King&Prince の新しいシングルとして、ムーブ、ハーフムーンを発売した中のムーブの MV についていろいろ語らせていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、カイちゃんダンスほんと素敵っていう意見だったりとか、エレンクダンス上手くなったなっていう意見、ぜひコメントで教えていただけたらなって思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズキンプリの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなって思います。キンプリは何個代表曲作るんだよ。またね。